東京都は今月23日までの1週間で新型コロナの患者が1医療機関あたり 9.35 人だったと発表しました。前の週と比べると 1.1 倍で5週連続で増加しています。都によりますと、今月17日から23日までの1定点医療機関あたりの患者報告数は 9.35 人で、前の週の 8.25 人から1.1 倍増加しました。増加は5週連続です。専門家は増加傾向が見られており、高齢者などのリスクが高い人への感染拡大に注意が必要と分析しています。また24日時点の入院患者数は1554人で、前の週の1333人から増加しました。専門家は入院患者についても引き続き増加しており、注視の必要があるとしています。